コイトラ首位攻防。広島阪神9回戦、阪神が広島に2対1で勝利。阪神逃げ切った。阪神は5月広島に初勝利。阪神なんとか首位は守ったな。広島強すぎひんか。広島は負けても見せ場はあったな。まあお通夜ムードだったのに楽しめたわ。広島最後の粘りをもう少し途中でも見せてくれないだろうか。阪神先発大竹7回無失点。大竹よく踏ん張ったわ。ピンチでどれだけ粘れるかだな。大竹は広島に勝ってくれるだけでもめちゃくちゃ価値ある。大竹が実質左のエースやろ。阪神岩崎セーブ。久々の岩崎劇場ヒリヒリした。もう岩崎は抑えでは使えん。ほんま岩崎ギリギリやんけ。広島先発森下7回に失点。森下はよくやったわ。森下絶不調だったが HQS っていう。森下がこの広さをほとんど有効活用できなかったのは痛いな。阪神打撃成績大山先生タイムリー。たまに流行るやん大山。最近得点圏でしか打ってない大山。大山最低限。大山やるやん。大山さん今日は仕事したな。広島打撃成績坂倉タイムリー。坂倉得点圏成功。坂倉はとりあえずもう心配なさそうかな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。